全国に目を向けると病床のひっ迫が続く大阪では自宅療養者が1万5000人を超え医療を受けられずに自宅で死亡した人がことし3月以降、17人に上るなど医療崩壊が起きている地域も。新潟県内ですと非常にその施設も限られていますし医療従事者も少ないですので。 えー、もうあっという間に大阪よりひどくなってしまうなんてことはあの想像できると思いますとてもあの他人事ではないなと後継症を鳴らすのは宇和沼基幹病院の山口誠後救命救急センター長です宇和沼基幹病院の感染症病棟では現在定員の25人に迫る 23人の新型コロナウイルス患者を受け入れています病棟内では赤と黄色のテープでゾーニングしおよそ30人のスタッフが対応先月、同じ医療圏の小出病院で集団感染が発生したほか十日町市や南魚沼市でも感染が相次ぎ病床が逼迫しているのが現状です 限られた施設での感染者だったわけですけど、まあ現在はいろんな地域で、えー、いろんな施設で、あるいはまあ家庭内でっていう発生が多くてですね、まあ非常にそのう、まあ困った状況かなと思ってます。陽性患者への大量に対応に苦慮する中で、無症状者もいる新型コロナウイルスの特性が。 医療現場を脅かしていると言いますまあコロナに一般的な症状を呈さずに入院してきてしまう人も何人かいますたまたま入院時に測ってみたら測定してみたら陽性だったっていう人がいますので、まあ、非常に怖いなあと思ってます対応に当たる医療スタッフはワクチン接種を終えているものの疲労の色は隠せません 非常に心身ともに疲れているスタッフも多いかと思いますはい、それも間違いないと思います若年層でも重症化するという変異ウイルスが県内でも猛威を振るう中医療崩壊を防ぐためにも改めて個人の感染対策の徹底を呼びかけますパンデミックでどんどん広がって若い重症者がどんどん増えてくるとおそらくあっという間に県内の お医療がパンクしてしまうんじゃないかな。感染リスクの高い行動はもうなるだけ抑えていただきたいなと思います。